俺トンベルボールが言えなくなっちゃうからね、これだと。派手なボールだな、おい。派手なボールだよ、おい。派手だよ。この方がいいな。じゃあボールを見えることを言うと、これ見てるやっぱ入ってるやん、いい加減に直進これ買ったもあんま買えるやん。まず動けば OK ですね。はい、じゃあそろそろ、ね、お願いします。いや、はい、お願いします。なかなかできないよ、頑張ってね、はい、雪のゴルフなんてなかなかできないから日の丸ボール そう。ちょっと右だけど大丈夫。右深いんで大丈夫ですよ。カート道路よりは随分右ね、右ラストです。カート道路より右。まだねえな。やってみに行ってたな。よっしゃ。真ん中。よいしょ。はい、でも。さすがだな。寒くて、全然わかんない。いや、そんなこと。お願いします。お願いします。はい。ちょっと右だけどね、大丈夫ですからね。はい、できました。おい、大将。救急車。仕事だろ。
あ、ナイスショット。フェアウェイの左寄りだわ。いい球ですね。
動いちゃった。いや。じゃあゴールドからまでもう一回。超えるか。ああダメだ、入っちゃった。フィニッシャーよ。息捨てから最近が気になってたらどうしてもボロ落ちちゃうんだよな、うん、ヘッドアップしてたからみんな。おーいっしょ。あこれ取りに行けばあるとか、これ取りに行けばあるとか。
ラコンか、はい、ドラコン、はい、じゃあドラコン推奨ホール、うん、よし、あの黄色い旗の向こうにあるな。あーダメだ、乗せてこい。逃げちゃったな。ドラコンだ。やっぱりこうドラコンだと思ったら力んちゃって。あれがドローンなんでドラスカーって。まっすぐ、うん、落ちろ落ちろ。
けだね。パーだね。パーだね。あ、ちょっと、あれ。だからちょっとだけね。ちょっと見ればはで。そこね。で入れるってこともあったら、どうしようか。ああ弱くなっちゃった。急にかました。ちょっと困っちゃったね。急にな。今ダフったべ。ダフったちょっと左。ダフったでしょ。左。あれがちょっと抜けてるわ。遠いとこなんだよ。ねちょっと微妙なとこですね。ちょっと右だけどね。うん、フェアウェイだね。素晴らしい。なんかエンジンかかっちゃったな。言うなとも知ってるはずじゃねえの。それは触れないように。俺は触れちゃったもん。置いてかれたばっかりだ。
大変。バーディーを舐め回して余裕だね。すごいね。ワンオンで乗ってできねえやんなこと。いやなんでそれができねえやん。俺いつバーディーを舐めるなんてなかなかに。そうだよ。舐めはペロッと舐めていかんな。舐めはペロッと舐めていったかんな。いいかな。舐めの上手。うん、まあいいヒットしたんだからいいや。かまない。順番なんかどうでもいい。あれだ、向こうとインとアウトの、あの最後の方だこれ。そうだな。ね、抵抗してんだからな。最後、頑張ろう。はい、最後頑張ろう。はい、よろしく。最後です。雨じゃねえかいいんだな。そう、雨でねえんだ話だけどな。雨だとビシビシになっちゃうな、うん、まだ雪だから来る な。しかもサラサラ雪だしな。乾燥してんだこれな。そう。よいしょ。あの木
この先の向こうが、うん、ね、あんまりいいか、もうこれまでいかねえ、これ一番手前でしょ、うん、よいしょ、おお、ああ、大丈夫。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 
第4位、井上大門さん、池田さん。
飛び立ちの矢様。今のクラブの賞のですね、順位は そのクラブの結成してから何十年目ということで、例えば広川クラブさんですと52年目ということでございます。どうも、各クラブの皆さんありがとうございます。竹内さんだけあ、でも分かりました。あるかもしれない。まだまだ特別賞もございます、はい。今日の昇進のいろいろ準備をしてくれた株式会社プライズ賞ということで、第24位の方、飯田康夫様。90年は80くつでしょ。続きま